短期化ファン感謝祭明けの久々のおさば CS なのですわ。3連休の中日で実に人が少ないよな。本日はまたコルブアプースケさんから協賛品が届いているのですわ。リーガー必須のあのアイテムって言ったら還元の飛躍だよな。これでステータスを極限までいじってギリギリの戦いに勝利するのですわ。マシュマーさんは不戦勝か。本日の入手条件は優勝なのでマシュマーさんとしては好都合なのですわ。それにしても参加者少ねえな。この後行われたリベラン侵略も半分くらいの人の入りだったのでみんな遊びに行っちゃってるのですわ。小野さんがいろいろ悪いことしている武器ゲットしてるからちょっとやってみたかったのよね。感謝祭でジュピエルゲットなのですの。いや、それ以外にも渡しちゃいけないあの人と渡しちゃいけないあの装備をトレードして生命剣Lとか持ってんのよ。マシュマーさんですらプラス5なのに生意気なのですわ。だからワンチャン負けちゃうまであると思って日中の無限リーグで戦おうと思ったのよ。一般戦なら負けても言い訳つくからなのですわ。そしたら手動リーグにいつも放置するやつがいてさ。放置するなら自動に行けばいいのにわざわざ手動に出て嫌がらせをするあの人なのですわ。普通に未行動で時間ギリギリまで使って危険にならないようにたまに動かすってあれな。しかも複数キャラやってくるので対戦率が高いのですわ。それで小野さんと当たらずじまいと。つまり感謝祭パワーでやられずに済んだのですわ。いや、ぶっつけ本番で CS でやられちゃうことの方が問題なのかと。とりあえずその小野さんの試合は小野さんが自分で動画化してるのでそちらの試合を見るのですわ。都市店とか地味に CS 参加率高いからな。貴重な双剣ファイターなのですわ。双剣はパッツアンという第一人者がいるから。意外に応答で少ない双剣リーガーなのですわ。昨日の感謝祭でアトラン仮面で敵的隕石の可能性見せてくれたからもう今日頑張れるかと。今 CS を見ているだけのそこのあなた、見ているだけじゃ面白くないのですわ。実際に参加してマシュマーさんの供物になるのだ。めっちゃ CS を私物化してる発言なのですわ。いや、このくらい煽ってちょっとあいつ潰さないとまずくね、みたいな空気作らないとダメだ。自ら悪役を買って出て CS 参加の目標となるなんて尊い犠牲の精神なのですわ。本人単に面白がってるだけだろうけどな。でも実際のところこの間のフッチーさんみたいにあっさり負けたりもするのですわ。つまりマシュマーさんは大して強くないと。目標にするにはお手頃な強さなのですわ。早く終わったから小野さんのとこも見に行くか。実際あれだけ古典ファンにされてたアンケムトさんを小野さんが圧倒するようになったのですわ。時の流れというのは偉大な成功を生み出すのだ。ただ単に何もしないで時間だけ浪費してもこうはならないのですわ。つまるところ感謝祭に出る機動力があったかどうかだよな。乗り物のエッジオンも超強力なのですわ。あの小野さんがこんなになりましたみたいに宣伝すればライザック聞こえるよな。スケムトさんに何もさせないで絶対でのターンなのですわ。これが壺に入ったあの日の強さだよな。これはいよいよまずくなってきたのですわ。視聴者の皆様もこれはマシュマー負けるんじゃねみたいに思ってるぞ。おあつらい向けに小野さんと対戦になったのですわ。いいところでシード取るのはシウナさんの1000倍特許だからな。ですが、今回の条件はあくまで優勝なので決勝に出ればいいだけじゃないのですわ。遅かれ早かれマシュマーさんは倒さないとならないと。小野さんにここでやられちゃえばいいのですわ。これだけ煽って小野さん古典ファンだったらワロス。安定の開幕灼熱からのスタートなのですわ。ここで呪術書消そうとマシュマーさんターン回ししてたら兄弟に行動でワンミス。小野さんもマシュマーさんが遠距離1にしてきたの知ってるから1枚で対応なのですわ。関係ないからカゴ剥がしてジェシカぶち込み祭り。エルマークなしで1万7000も出てるのですわ。そうなってるのですの。単に小野さんの装甲がしょぼいだけかと。またカゴ剥がして羽織なのですわ。さらにジェシカでとどめのコンボ。アンデマイとカットたまりもないのですわ。谷は後ろに温存とかすっからこうなるんだよな。実際ドリアードがいるときは谷は後ろが離れなくて面倒なのですわ。もう取り外しちゃったから知りません。灼熱入れても谷はで一発なのですわ。確かにこれは問題である。実際ゆうきさんに谷は入れられてグーの根も出なかった。なので禁止なしで谷はに顔を入れて簡単に消させないのですわ。そのおかげでドリアードという尊い犠牲が生まれたわけだ。
命無法解除使わせるのもポイントなのですわ。正直前とか籠しないでもいいんだけど、使わせることに意味があるからな。この3を消されるか分かって籠するしかないのですわ。きっとグリム兄弟うぜえとか思ってるわ。エルマークつけて的確に殴ってきてるのですわ。せっかくエルたくさん入手したから使ってみたい年頃なんだろうな。デスパ、着実にいい試合をするようになってきてるのですわ。グリパとアルレのところ狙われて落とされてるからな。交際しなかったらとっくにレースの餌食なのですわ。まあジェシカ出すほどでもないかなと。ここでもつれていたらそれもありなのですわ。親切多め編成なかなかいいな。地味にあの3もドリアードしか後ろ来ないので楽なのですわ。ほとんど被弾気にしないでいいから G カゴ入れ放題だもんな。発明とか涙目なのですわ。完全に置物だったな。ここで自分にエクションでサバネなのですわ。地味に発動させたくて何度か杖ひ殴らせたんだけどなかなか出ないのよね。とりあえずまだまだ小野さんには負けないことが分かったのですわ。視聴者の皆様もですよねって思ってるわ。決勝はヒューナさんなのですわ。こないだの10プラス4ゲットで勢いづいたか。ただでさえ参加者少ないのだから貴重な人材なのですわ。なんだかんだで出るといつも戦ってる気もするからやっぱ強いんだよな。優勝がかかってるから必死なのですわ。なんてこったい。あのヒューナさんが G を入れてきた。めちゃくちゃ本気なのですわ。被弾処理さえすればマジでヤバい相手ではある。それにしてもどういった心変わりなのですの。ロロは使わないあたりがこだわり見せてるよな。スキル戦略主体に戻しつつあるマシマーさん相手にカゴ一枚が得意のですわ。でも地味に金とかもいるし G リカバリして本格的なんだよな。マシマーさんの効果力ジェシカをお見舞いするのですわ。相手のジェシカと平分差がある気もするのだが。またマシマーさん早でいくらい星の石詰め込んできたのですわ。カゴなしでこんなん食らっちまったらたまったもんじゃないな。実際 CS でこの新しいフォーメーションを試しているのですわ。先週は完成してないジェシカ使ってボロクソだったけどな。レベルも170になって仕上がってきたのですわ。どんだけ猛烈打ち込んでんや。さらにエッチ音も発動してカゴなしだと涙目なのですわ。せっかく連れてきた G がもうおだぶつしてます。だけどきっちりグリと落としてくるあたりやっぱり火力自慢のヒューナさんなのですわ。最近神切りさんが元のサーバーに戻っちゃって決勝の相手がコロコロ変わるよな。サローサバ CS 戦国時代なのですわ。とりあえずでもいいからですそれから考える。やらないことには何も始まらないのですわ。今なら漏れなく小野さんが蹂躙してくれます。それめっちゃ心折れるやつですわ。というわけで優勝商品の還元の飛躍はありがたくマシュマーさんが使わせていただきます。使わない生命の飛躍だけヒューナさんに送ったのですわ。